はい、こんにちは、スクーティワカメと申します。それでは今回から新しいアイワナということで、こちらですね、アイワナビーザマグナムバズーカ遊んでいきたいと思います。ダウンロードページとかゲームのね、このタイトルは MB ってなってたんですけど、マグナムバズーカの略なんですね。まあそもそもとしてマグナムバズーカって何なんだっていう話なんですけど、でなんかね、上の方ちょっと下ネタっぽいのが見受けられますかね。普段あんまりね、俺下ネタは言わないタイプなんですけど、最近疲れてんのか、ペペロンチーノとかパイの実とかね、あんまエロくない単語もエロく感じる状態ではあるんで、今の僕にはぴったりなアイワナかもしれないです。まあやっていきましょう。で、難易度はミディアムしかないと。はあ、アイワナの世界へようこそ。チュートリアルかな。タマちゃんはアイワナ初めてだね。タマちゃんなので、しばらくはチュートリアルだよ。早く操作に慣れてアイワナの魅力を体験してね。最初は方向キーで移動だよ。まずは次の看板まで進んでみよう。はあ、ご丁寧にチュートリアルがあるんだな。さすがに移動ぐらいはできてね。はい、できました。次はシフトキーを押してみよう。ジャンプするよ。ジャンプできんだ。キッド君、主人公は2段ジャンプまでできるよ。ジャンプのご利用は計画的にね。あと、キーの押す長さによってジャンプの高さが変わる。さすがにまだジャンプの強弱を使う場所は出ないけど、後半になると出てくると思うよ。はあ、なるほど、ジャンプの高さが調節できるのか。で、セーブ。これぐらいの段差はちゃんと登れたよね。次は Z キーを押してみよう。するとキッド君が銃を撃つよ。銃はボスなどにダメージを与えたり、セーブをするのに使うよ。ちなみにセーブは今キッド君の右上にある黄色いものだよ。撃つとセーブされるよ。ただアイワナは1セーブになるから、動かした罠とかは全部戻ってるから注意してね。なるほど。で、セーブができましたと。これは？さて、ついに目の前に針が出てきたね。出てきましたね。何をしてくるかだよ。針などのものに当たるとキッド君は死んでしまうよ。ジャンプをして飛び越えてみよう。もし死んでしまったら歩きを押してリトライしよう。はあ、罠はまだないのかな。何もしてこないですね。無事に針を飛び越えられたね。おかげさまで。アイワナの基本的な操作はこれだけだよ。あとはこれの応用と特殊なギミックが加わるぐらい。はあ、特殊なギミックはちょっと進んだところで説明するよ。で、またじゃあセーブがあると。おはい、罠がさ、説明不足すぎるわ。やられた、本当に。しょっちゅうだよ、このチュートリアルで。この看板そうなんじゃないの。言い忘れてたけど、針とかは飛んだりするから気をつけてね、やっぱりだよ。言うのが遅いんだよ、いつもいつも。まったく。で、目の前の水色の物体は水だよ、ウォーターってことですね。は、水の中だとジャンプは何回でもできる。まあいつもの水だとは思うんで、少し操作に慣れるもクソもないと思う。普通に行っちゃおう。もで、さて次に出てきたのは初心者泣かせのツタなんだな。公式だとツタなんですかね。俺かたくなにツルって言ってんだけど、まあ確かにね、初心者泣かせではある。結構難しいですから、これ。ツタが生えてる壁はひっつくことができるよ。はあ、ちょっと特殊なギミックだから慣れるまで時間かかっちゃうかもね。コツとしては、ひっついたらシフトキーは押しっぱなしで左右キーで飛び上がる感じ。まあ、まずできるツルなのかどうかよ。できますね。たまにね、なんかできないアイワナがあったりするんで。で、看板がなくなったってことは、こっからはまあ普通に進めてっていいよってことかな。で、またいつ罠があるかわかんないから、その辺警戒しながらね。やべ、え？そっち行けないってことは、針が飛んできたそっち側かな。針がどいた方行ってみましょうか。多分越えらんないと思うから、右はこっち。あ、でセーブは届く。ちょっと待って、なんで俺そっち行こうとしてんだろう。普通に左でいいんじゃないっていう。なんで右の方行こうとしたんだろう。ただのアホですね。で、罠っていう、罠は見受けられないけど、何もなくても死ぬのがクティクオリティだから。
そ、油断すんなよ、気をつけて。よし、で、あ、ここで罠が出てくる。だからフェイントで飛ばしちゃえば大丈夫そうですね。で、ワープもある。まずはこいつを飛ばす、飛ばす。で、ジョ、ギャンギャン全部ずれてくれんだ、すんごいありがたい。上下張りだらけって言おうと思ったとこだよ。親切心の塊みたいなマップ、ほんとありがたい。ただだよね、そんな気はしたよ。これ全部針落ちんじゃないかな。1個目が落ちるってことは絶対これも落ちるね。お前も、お前も、お前も、いや最後だけは違うのか。さすがにあれで手の内は全部だと思う。最後は駆け抜けて OK。 はいはい、よし。で、鶴登って、ここもまたなんかありそうだな。リンゴが落ちては来ない。やめ、ちょっ、ギャン制作者さんの思うツボになってんだ。もう隠しブロックがある。で、最後針が飛ぶ。あって、床抜けんのかよ。解き明かしていくしかないんで、まずは針、オッケー。で、プルプルしてるけどその隣も警戒、大丈夫。そっちから飛んでくんの。面白くなってきましたね。はい。で、もうあの針のところは駆け抜けちゃっていいかな。そのまんま行く。よし。で、最後、あ、行った。で、ポケモンステージですね。とりあえずなんか触るやつが、え、これは何、外れってことかな。なんかいっぱいでもスイッチあるんですよね。で、あれば左のやつ触ってみましょうか。は、リンゴがどいたってことは正解かな。で、この針は当たったらね、ポケモンセンターが降ってくるとは思いもしなかったよ。ここのリンゴが毒ってことは上からじゃなくて下から行けってことですかね。上からはいけないのかな。だからどっちにしてもこのくっそ狭い針を越えて一回看板の上立てるんだろうな。立てない、立てなきゃいけないですもんね。あの針越えんのがまずむずい。あ、で、これは乗れるんだな。で、とりあえず上のやつから行ってみます。どっちかは罠だと思う。こっちが外れですね。ってことはカメックスもいいんだろうな。もう消去法的に下のやつは正解だと思うんで、これ外れだったらいけないからですよね。で、右上が行けるようになると。死ぬなよ、ここで針飛ぶなよ。オッケー。で、あともう一個そこのスイッチ触ればそこのリンゴが毒のかな。カメックス、なんか思ってたのと違う。実写のカメが来る。だからゼニガメなのかカメールなのかカメックスなのか分かんない、あれ。でも、もう一回これ超えないとダメと。こんでようやくこのま、うわっいい、マジか。この後に及んで罠。死んだじいちゃんが昔マグナムバズーカって言ってたと思うんですよね。なんなんマグナムバズーカって。そんなみんな知ってるようなもんなの？俺だけ知らない感じ？何？マグナムバズーカって。で、とりあえずここまでは良い。で、もう一回この針を越える。
オッケー。で、看板が落ちてくる。落ちる。落ちて。よし、もう何もなくていい。やっと行ったよ。で、またその下のスイッチ触って、多分その真ん中のリンゴがドクト。ただ今回スイッチそんな多くないからはぐれはないんじゃないかな。で、ただセーブもないから注意していかないといけない。あ、絶対罠これ。動けるようになると思う。ほら、で、やめちまってよ。ほんで急いで左に戻る感じですね。あのちっこい針やらしいな、ほんと。急いで戻んないといけないんだけど、焦りすぎてあの針に当たって死ぬことがほとんどだから、そろそろ行こう。で、左に入れておく。で、飛ぶ。よし。こんで、今度は、ってか、音しなくなっちゃったよ、もう。完全無音ですね。こいつに触るってことで、いいのかな。は。で、上行けるように。もう、は。またあの罠越えないとダメなんじゃ。上にも、あれ、セーブあるけど、なんかワープの前のセーブっぽいから、ボス戦か何かになるんですかね。で、一応、下半分の罠は、こんで、手の内全部晒してもらった感じだとは思うんで、上が怖いな。で、もう動けるようになったらすぐ左。はい。で、無音になってしまうと。なんか中学の時友達もマグナムバズーカって言ってた気がする。こっちはいけないですね。やっぱマグナムバズーカって有名なのかな？飛んでくれ。で、この辺のリンゴも飛ばないかどうかが大丈夫。罠っていう罠はない。クリアした時にそのマグナムバズーカが何なのかわかんのかな。で、次行こう。はい。で、セーブはできる。オッケー。まあ一回入ってみて。あ、やっぱボス戦ですかね。なんだっけこいつ。ハスカップみたいな、花カッパみたいな。オッケー、じゃあこのボス戦はやっちゃいましょう。まずパターンを見せていただいて、ここは乗れる。やべ、ちょっと待ってよ。結構いろいろ、いろいろばらまくね。あ、はい。避けらんない形になっちゃうとまずいから、あんま端っこ行かない方がいいかもしんないですね。これは当たり判定あんのかな？そんな強くはないな。もうパターンは多分全部だから、あとは半分まで与えた時に、パターン変わるかどうか。やってりゃ倒せない相手じゃないから。あぶね。はい。だ、結構無敵時間が長いんですよね。やばい、端っこには行きたくない。はい、次はまたそれか。あんまり端っこには行かないで。はい、もうすぐ半分。はい、またそれ。これがぶっちゃけ一番怖い。はい、半分にはなったけど、パターンは変わんなさそうですかね。であれば倒せると思う。でまたこれが来る。はい、悪くない。もう一丁で、またこれが来る。さすがに今回倒したんじゃないかな。はい、よく見て、あと一発、もう一発かな。はい、おっしゃ、倒した。で、これ入ると新しいところですね。これ何、パズドラのやつかな。オッケー、じゃあ新しいところも来たんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く早く行こう。あ、ちょっと、オッケー、なあ、もういいって、サブ、ヘイヘイ。
サブヘイよしやばい、うわあいつさえいなければヒールやめて、うわマジでハハハハハ。